時、ロマンの香り満ち満ち、人々の心、未だ情けを知る。太陽のように明るく、まっすぐに自分の道を進む花村紅代、花の17歳。それは、ほんのちょっと昔、女性が恋も仕事も自由に選ぶことが難しかった時代。彼女がその人に出会ったのは、満開の桜が舞い散る朝。それは最悪な出会いだった。劇場版ハイカラさんが通る前編、紅代、花の17歳。いつだって大嫌いは恋の始まり。